シボレー・オプトラセダンシボレー・オプトラワゴンシボレー・オプトラはゼネラルモーターズの C セグメント世界戦略車である。世界各国でシボレーのみならず様々なブランドにて販売が行われている。韓国の GM ダイウが2002年11月のソウルモーターショーで GM ダイウラセッチとして発表。旧ダイウ自動車時代から開発を続けてきた車種でダイウヌベラの光景にあたり、 本車両にヌビラの名称が冠された地域もある。当初はセダンのみの発表だったが、2003年9月のフランクフルトモーターショーで5ドアハッチバックが、2004年3月にはジュネーブモーターショーでステーションワゴンがそれぞれ発表されている。スタイリングはセダンとワゴンをピニファリーナがハッチバックをジョルジェット・ジュージアーロがそれぞれ担当しており、セダンワゴンとハッチバックでは フロントノーズのデザインが異なる。初期のセダンは旧、ダイブのトレードマークとなっていた3分割グリルが採用されていたが、マイナーチェンジで絞れ風のグリルに変更された。エンジンはシむけチによって異なるが以下が用意され、これら2号 MT、または 4AT が組み合わせられた。ディーゼル搭載モデルは2006年12月のボローニャモーターショーで発表された。 2008年10月、パリモーターショーにてオプトラの後継車種となるクルーズが発表されたが、2014年現在でも一部地域では J200 型オプトラの販売が行われている。国際展開、編集、オプトラは GM グループの国際戦略車種として、世界各国で様々なブランドで販売が行われている。本国韓国の初期の CM や、 ウェブカタログではそれを売り文句にもしていた。以下、各国の状況について記す。韓国 GM、ダイブ、ラセッティゴドア GM ダイブ、ラセッティとして販売。海外先売だったワゴンは国内でも2006年に追加された。2008年10月にセダンが後継のラセッティプレミアに切り替わり、ハッチバックのみがラセッティ X として継続販売された。 日本2003年の第37回東京モーターショーで参考出品され、その後鈴木によってセダン及びワゴンが販売されていた。なお、鈴木はカルタスワゴンの生産中心を、ステーションワゴンを自社生産していないため、オプトラワゴンの販売はラインアップを保管するという意義もあった。エンジンは2リットルのみ。同クラスの国産車とは異なり、トラクションコントロールや、 ヘッドランプレベライザー、ラゲッジパーティションネットが標準装備で設定される。グレードはモノグレードでサンルーフとホンガーシートがそれぞれメーカーオプションで設定された。アメリカ合衆国アメリカスズキが2004年から2008年モデルイヤーまでセダンとワゴンをスズキフォレンツァ、ハッチバックをスズキリーノとして販売を行っていた。スズキでは エリオの上位車種に位置づけていた。カナダセダンが2004年から2005年まで、ハッチバックとワゴンが2005年から2007年までそれぞれ販売されていた。カナダではアベオとコバルトの中間に位置づけられていた。エンジンは2リットルのみ。ヨーロッパラセティ、またはヌビラの名称で販売された。一部地域では大優ブランドも残存していたものの、2005年にはすべて、 シボレーブランドに置き換えられた。2009年7月現在、セガンは後継のクルーズに置き換えられて、ワゴンとハッチバックのみが残されている。また、WTCC にも参戦した。オセアニアホールデンビバホールデンビバとして販売された。ホールデンではこの車種を皮切りに、オペルから GM ダイウェイの OEM 供給元の切り替えを進めていった。二千九年三月、 後継のクルーズの発表に伴い、モデル打ち切りとなった。東南アジアインドシボレーオプトラマグナムタイとインドで2003年7月にオプトラが発売開始された。いずれも現地法人で生産が行われている。また、GM タイランド生産分については、他のアセアン諸国にも輸出されている。 2007年7月にはフェイスリフトされたオプトラのアジア使用者がタイで発表された。セダンおよびワゴンのノーズがハッチバックに準じたものに改められ、さらにグリルのデザインも変更された。フェイスリフト版は2007年から2008年にかけてアセアンよびインド市場に順次投入され、一部地域ではマグナムのサブネームが付けられた。 インドでは2012年にオプトラマグナムの製造、販売を終了した。ベトナム現地市会社の GM ダイウビダムコが2004年4月に GM ダイウ、ラセッティを発売開始。エンジンは1.6リットルと1.8リットルの2種類。GM ダイウビダムコは後に GM ベトナムに改称し、それとともにラセッティはシレーブランド社に変わった。 ウズベキスタンウズでウつジェントラ GM ウズベキスタン発足後の最初の新車種として2008年からシボレーラセッティの生産を開始。ラセッティは2013年にウズレウブランドのジェントラとして再デビューした。ジェントラの外観はアジア向けオプトラマグナムをベースにフロントグリルとバンパーを変更したものとなっている。新たに 105HP を発揮する1.5リットルエンジンが 搭載され、変速機は MT と AT の両方が用意されている。中国、台湾ビュイックエクセルいずれも、シボレーではなくビュイックブランドのビュイックエクセルとして販売されている。2003年4月の上海モーターショーで発表され、セダン、ワゴン、ハッチバックの3タイプがラインアップされている。台湾では2006年末には、エクセルセダンが発表されたが、こちらは、 中国使用者とは異なり、内外装が大幅に変更されている。中国使用者のセガンもフェイスリフトを受けて、2008年の北京モーターショーで発表されたが、これも台湾向けとは異なる。独自の内外装が与えられている。その他ブラジルとアルゼンチンを除く中南米諸国、中東諸国、南アフリカなどでも販売が行われた。2014年3月、エジプトとアルジェリアにて、 相次いで発表された。新型オプトラは、中国の植木通用、五両疑者が J200 型オプトラのプラットフォームをベースに開発した、放春630の輸出仕様であり、ベース車とは、グリルやエンブレム類が異なる。エンジンは、可変バルブ機構付きの直列4気筒 1500cc で、最高出力 110PS、最大トルク 146nm を発揮する。 トランスミッションは6速 AT が搭載される。燃費は7.3リットル、100km となる。ありがとうございます。